どうも、アイチです。今回プチ相談はですね、ちょっと勉強の話ではないんですが、みんな勉強してるときに、まあ、いろんなことを、まあ、考える時があると思うんですよ。ずっとこう集中してるって難しいと思うんで、例えばまあ、普通にね、LINE が来てないかなとか気になっちゃう方もいると思うんですけど、その中に、こう、過去にあった嫌なこと、例えば人にさ、言われた嫌な言葉とか、なんか嫌なことがあったときに、それをふと思い出すことってありません？勉強してるときに。自分結構勉強してるときとか仕事してるときとか割と思い出しちゃうタイプなんですけど、で、今回相談もらったのが、その、勉強してるときに嫌なことを思い出してしまうと、そこに気を持っていかれて集中できなくなりません。例えば、じゃあ友達っていうか知り合いクラスメイトになんか嫌なこと言われましたと。なんか、相手は全然普通に言ったつもりなんだろうけど、ぐさって刺さってる言葉とかあったときに、勉強しててふと、ああ、なんであんなこと言われたんだろうとか、思い始めちゃうと、そっちを考える方に気が持っていかれちゃって、で、あ、ダメダメ頑張って勉強しなきゃって勉強してるんだけど、ふってそのまた出てくる悩みがね。っていうことがあって、で、その時にどうしたらいいですかとか、まあ、ハイさんだったらどういうふうに対処してましたかっていう相談をいただいたので、参考にならない気がするんですけど、答えていこうと思います。で、これはですね、まあ、自分割とこの答え、まあ、違う質問でもね、こういう答えしちゃうタイプなんで、申し訳ないんですけど、自分はね、気にしないとかっていうのは無理だって思っちゃう人なんですよ。例えば、緊張しない方法なんですかって言われた時も、いや、緊張しないのは無理だってって思っちゃう人なんですよね。で、自分はそれが合っていて、どういうことかっていうと、例えば、こういう嫌なことって思い出すじゃないですか。フラッシュバックしてくるじゃないですか。時に、こいつを、このフラッシュバックしてきた、この嫌な経験、こいつを、うんってことができないんですよ。消すことができない、俺は。だったら、もう気にしちゃってるじゃん。しょうがないよね。で、受け入れちゃった方が割と処理しやすいタイプなんですね。だって、嫌なことあったんだもん。気にするじゃんっていう。で、今までは自分の中ではその気にしちゃダメだよとか、で、緊張しちゃダメだよっていう、その、困ってることをしちゃダメだよっていうふうに思っちゃって、だからこそ、なんとか消せないかなとか、なくせないかなっていうふうに発想がいってたんだけど、もうどうしようもなくってそれだと、できないってなったから、じゃあもう緊張しちゃってしょうがないよ。緊張するよ俺って思っちゃったりとか、気にしてることも、いや気にしちゃうよねって思ってしまって、でも、気にしちゃうよねって思った。それと同時に、でも考えても答えが出ないことだよなっていうことを両方受け止めようと思って。だってさ、まあ、緊張の方はわかんないよ。解決はあるかもしれない。心理学の先生とかだったらわかるかもしれないけど、嫌なことを経験して、それを気にしなくなることは多分俺には無理なんだよね。そう。気にしちゃうんだよ。俺気にしいだから、すごいすぐ気にしちゃうからそういうの。そう。だから、気にしちゃってるよと。でも、その子が何を言ってるか、なんでそれを言ったのかと、なんでそれを言ったのか、したのかとか、俺には分からないじゃん。その子じゃないからさ。で、聞くこともできないでしょ。だから、気に聞くことができないから、もやもやするんだけど、じゃあ無理だなっていう。じゃあ気にしてもしょうがないし、で、勉強して思い出しちゃうの、思い出しちゃうのもしょうがないよねって。でも、90分あったら90分間絶対ずっと思い出しちゃうかって言ったらそうじゃないわけよ。90分のうちに集中して忘れてる瞬間、まあちょっとはあるわけよね。あ、それでいいじゃんって。自分がやってるよ、勉強に関してそれがちょっと邪魔してくるかもしんないけど、でもそれはしょうがないと。その邪魔されてる時間がもったいなくて他の子のライバルと差がつけられてるかもしんないけど、それもしょうがないって。全部そうやって思っちゃう。だって今自分ができる最善はこれなんだもん。気にしながらの勉強なんだもん。そう。と思って、割とそうやって割り切っちゃう。自分がやってるとしょうがないよねって。でも、これが今俺のベストだよっていう風に思ってやっていくと、割と自分で徐々になんですよ。いきなりね、もういきなりガラッとは変わらないんだよね。それちょっと自分には無理なんですけど。でも、徐々に自分でなんか割り切ってって、もうしょうがない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 ってなっていくと、気にしなくなって、気にしなくなるっていうか、気にしても引きずらなくなるというか、勉強に影響が出なくなってくる、みたいな風にやってたので、まあその悩んでることが、まあ他にもいっぱいいらっしゃると思うんですよ。だって嫌なことってするじゃん。あるじゃん、絶対に。だけにまあ気にしちゃうこともあると思うんだけど、いいじゃんって。そう、気にしちゃってるその自分を否定しないっていうところはすごく大事なのかなと思うので、で、例えば具体的にね、こういうことがありましたとかそういう相談もあるから、それに関しては、まあ動画で言えないこともあるからさ、ちょっと申し訳ないのもあるんで、そういうのは個別で返したりもしてるので、まあ、返信率はすごく低くはなっちゃってるんですけど、まあもし帰ってきたらラッキーぐらいの気持ちで送ってもらえればね、個別になんかアドバイスとか、こんなんじゃないとか励ましたりすることもできますんで、ぜひ送ってきてください。はい、って感じで、今回もここまでご視聴いただき、ありがとうございました。